皆様こんにちは。東インド尖閣歴史船古琉9の31でございます。31でございます。今日はですね、使いますのが八重山日報令和3年3月14日第2面、談話連載「小チャイナと大世界66」北から東回りで島海和光の南下経由地下ということでお話をさせていただきます。琉球は北から来た。琉球の文化は全て北から来た、日本本土こそが琉球の起源である。これはもうますます明らかになるんですよね。さてどういう内容かと言いますとですね、今をときめく社会学者宮台真司先生がですね、平成30年1月15日のABEMAテレビで、村本大輔さんと一緒に登場してですね、琉球国は中国人が作ったなどと発言したんですよね。全くのフェイクです。冗談言っちゃいけませんよ。何も勝手な、なんかね、そういう嘘をやすやすと言って許されると思ってるんじゃないですかね。なんか左翼の人ってね、平気で嘘つきますよね。あれってやっぱりその競争原理が働いてないんだと思うんですよね。嘘ついても平気だっていう感覚、大丈夫、誰にも批判されないっていう左翼仲間がもうマスコミから学会から何から牛耳っちゃってるんで、仲間でそうだそうだって言ってれば嘘がまかり通っちゃうわけじゃないですか。そこに嘘ついたらやばいぞ、まずいぞっていうね、感覚がちょっとかなり弱いんでしょうね。それでね、全くありもしない、一切歴史をね確認もしないで雰囲気に乗って琉球国は中国人が作ったなんていうね、真っ赤な嘘をね平気で言って、はあ恥ずかしい、はあ、でですね、まあとにかくそのフェイクについてはもうこの、談話連載とこのビデオの中でもですね、たびたびお話ししているわけですけれども、この回ではですね、琉球の文化というものはそもそも、あるいは文化というか政治的なものを含め歴史そのものは基本的に北から来ているんだということですね。沖縄本島、北が国頭、南が島尻ですからね。これ国頭島尻の出現は、名前の出現は一番古いのでは1470年頃の海東諸国記っていうものにすでに出てきてますのでね、だから500年以上のもうすでに使われてる言葉なんですよね、国頭島尻ですね。で琉球王の祖先は多くが北から来ます。天孫市奄美区は北の辺戸岬から南下して、それでこう、まあ、回っていくんですけどもね、琉球神話の形って非常にこの日本本土神話とよく似てるんですよね。ただ名前だけ入れ替えればいいみたいな感じで、島を生んでいくみたいなのですね、似てるわけですよ。でまた奄美区だけじゃなく源為朝も運天港、西北部のですね今帰仁のところの運天港に上陸するというわけですよ。そして春天皇を生んで琉球の歴史が始まるとかですね。そして昭和氏の祖先も鮫川鵜船主、鮫川大主っていう人物ですが、これも伊平屋島から出て佐敷新里に入ると、東南部の佐敷新里に入る。伊平屋島、北の方のですよね。そういう具合なんですよ。でそれから第二彰子の荘園王金丸、これもですね伊是名島に生まれるというわけでですね、伊是名島この間行ってきましたけども、伊是名島行きの船が荘園という名前のですね船に、観光船になっております。荘園王金丸は伊是名島に生まれた。この伊是名島生まれと伊平屋島生まれの、要するに昭和氏と荘園の、昭和氏の祖父と荘園とのですね出自の神話っていうものがなんかこう互いに類型的によく似てるんで、単なる真似っこじゃないかとも言われてるわけなんですけれどもね。で、江戸時代初期の、琉球史の基本資料というか、基本的正史となる、中山正観、牧野一、琉球開闢のことには、奄美区の島海っていうのがですね、最北端の辺戸岬から始まるわけです。で、東の方に東海岸を巡っていって、東の久高島から挿し木の東の知念の海岸というかですね、そこを経て挿し木に入り、そこから首里に至るというですね、そういうふうに回っていって、7カ所を産み終える。9カ所ですね、9カ所を産み終えるわけです。で、これに基づく琉球新島は北から東南を経て首里まで九大御嶽ですね。七大御嶽じゃなくてですね、九大御嶽を根幹とするわけです。つまり、辺戸岬のところの御嶽から始まって、今帰仁の御嶽があり、久高島の御嶽があり、それから何ですかね、知念のとことか、ね、西波御嶽があり、なんやかやと。私もいい加減なんですけどね。すいません。専門じゃないですから。大体、御嶽って何？最初ね、私10年前、尖閣の勉強始めたばっかりの頃っていうのは、御嶽って何？御嶽ね。っていうね、その程度だったんですよ。そっから10年間の勉強でですね、あれなんですけれども。で、ちょっと余計な話をしてる時間はないですね。その九大御嶽を根幹としてこう回るわけですよ。北から東南へ、そして、首里、中央の首里に入るとですね。で、ちょうどそのつまり奄美区のそういう島海の順番っていうのはまるでちょうど昭和氏と一緒なんですよね。昭和氏の祖先サメカ大野氏、ウフヌ氏が北の方から出てですね。で、挿し木の新里に入り、そこで子孫が昭和氏が孫の昭和氏が出てですね、首里の主となる。この順番とそっくりなんですよね。北と東南と中、北から東南へ、東南から中へというのが三山の基本形です。三族定立の形がそのまま三山時代の北山、南山、中山となっているわけです。かつて東大教授、大林太良先生は、東アジアの王権神話という書物の中で、これを世界の普遍的な三機能神話と解釈したんですね。新しいなんですけど、ね、いろいろそういう解釈をしてみる。ただ、それ単なる神話として作られたっていうよりは、やっぱりそこには実体としてのものがなんかあるわけですよね。やっぱり三山っていうのは作り話じゃなくて、確かに今帰仁に一大勢力があり、挿し木に一大勢力があり、首里に一大勢力がある。首里から浦添ぐらいですかね。一大勢力がある。そういう、それ実態はやっぱりあるわけですよ。だから単なる機能を無理やり世界の中で3機能が神話として一般的な形だから、それを無理やり当てはめたというのが大林太良先生の説ですけども、いやー、参考としてはなるほど面白いっていうところですよね。で、西北の方の本部町、美ら海水族館のあるところですね。本部町には具志堅、美ら海水族館の地名自体が具志堅ですかね、具志堅町ですかね。それからそこの、あれですね、ところに、ちょっと対岸というか少し下った対岸に瀬底島という島があります。瀬底。それから新里っていう地名もそこにあるんですよ。本部町の具志堅、瀬底、新里。この3つがですね、挿し木とか知念あたりにも、つまり今の南城市、東南部にもですね、同じ地名あるんですよね。どういうわけかなと。何かが反映されてる。沖縄本島内で他にないんですよ。ないって言っても、具志堅はですね、実は、式名園のところ。式名はかつて具志堅だったと言われてますけど、今は使われてませんので、今は具志堅の名は使われてないので、基本的に、地名としてはですね、挿し木知念の具志堅瀬底新里と本部町の具志堅瀬底新里というのがこう組になってるみたいな感じなんですよね。なんかあっちから、つまり北から来た武士が本部町あたりで上陸して、その3つの地名があり、そして東南部の方に回ってくる。まあ、とすると東海岸を倭寇が南下したのかなとかですね、奄美区が東海岸南下したっていうのは倭寇がそういうふうに進出したんじゃないかなっていうね、わかんないですけどもね、これは遺伝子学とかも使えば、なんか解明できるんじゃないかと思うわけです。考古学はもちろんのことですね。で、もちろん東の怪人、ニライカナイ。これもその、何ですか、セーファーウタキからこう、なんで東に行くのかなっていうですね、ところとも関わるわけですよね。さて、それで先週だったか先々週だったかお話ししました小波春ベジですね、スザベジ、スザベジと福建ジオンスンベジとこれ一緒なんじゃないかと。で、小波氏の父、小師匠もシシャオという福建ジオン、これはまあほぼまあ、北方ジオンと北京とかの北方ジオンとまああんま変わらんですね。シシャオまたはスシャオですね。これもスシャオのオは取っ払ってスザなんじゃないかと。スザベジのスザで兄ですね。スザベも同じく兄。スザベジも同じく兄ですね。つまり設備としてベとジがあるわけです。スザ。だから、師匠もスザである。小波氏もスザであると。で、さらに、もう一つ、南山を新里が派遣した使者、民国に派遣した使者の一人にですね、死座っていうのがいるんですよ。弱気するの弱の字を使ってですね、死座。死は先生の死、師弟関係の死の字の死座。こういうのもいましてですね、それは談話連載に八重山日報でお話ししましたけれども、そういうわけで、あの辺り、かなり共通してですね、スザベジ、こういうものが領主の大きな豪族のに対する継承として使われていて、それが小波氏や小師匠やその、民国に派遣された使者あたりに、使われて反映してんじゃないかと、そういうふうに解釈すると結構かなりあれこれ一気に通じるんですよね。この師匠が死座じゃないかっていうのはまた、談話連載で八重山日報でその後話してありますので、また今度、こちらのビデオでもお話しします。それでは後半に参ります。